1978年、王王は、かつて存在したドイツ民主共和国の写真フィルム、磁気テープの製造企業であり、現在も続く映画用フィルムのブランドである。同社はもともと、アグフアゲバルトのボルフェン工場であった。1936年、発色剤を用いた最初の近代的カラーフィルムであるアグファカラーを開発した工場である。 1945年4月20日、第二次世界大戦におけるナチスドイツの崩壊に続いて、アグファのボルフェン工場は、米軍の管轄下に置かれ、アグファカラーの現像に関する重要な工場プラントや、他の書類は没収され、アメリカのコダックやイギリスのイルフォードといった西側の同業他社に渡された。同工場はドイツにおけるソビエト連邦の占領下に置かれる地域にあったため、 米軍は同工場をソビエト軍政に引き渡した。工場は大方取り壊され、主要なドイツ人スタッフと共にソビエト連邦国内に移転し、ソ連のカラーフィルム産業の基礎を形作ることになる。1953年、同工場は東ドイツの資産となり、貿易協定の設置の際に、ベ部ブフィルム及びアグファ・ボルフェン化学繊維工場という、 東ドイツの国営企業にアグファブランドで東欧諸国に対する製品の販売権を与えた。その代わりに西ドイツのレイバー空前に新たに再建されたアグファが東欧以外の世界の使用権を握った。貿易協定は東ドイツの企業に対して西側諸国への販売権を阻害するものであったので1964年になると元祖 ボルフェンを意味する、ボオー,オーという商標が導入された。ボオー,オーと名打たれた3 5ト、mm、ルのスライド用カラーフィルムが1970年代にはイギリスで使用可能になり、通販流通のための雑誌広告が打たれた。当時としては、主流のブランドに対する貧弱なオルタナティブでしかなかった。1972年、ボオー,オーはソ連において、 王王ブランドの黒いパッケージのカセットテープを発売し始めたことが、レニングラード発のニュースとして、同年3月25日発行の米国の雑誌、ビルボードで報じられている。西ドイツと東ドイツが合併するのについで、同社は1990年に民営化された。2回の倒産を経て、新会社フィルモテックが1998年に設立された。 同社は映画用フィルムに特化された、王々製品を縮小された規模であるが製造を続けた。いくつかの製品は再ブランド化され、マコというフィルム会社が販売している。日本の小型映画専門店デトロエンタープライズが販売しているシングル8用の同社オリジナルの黒白製フィルム、レトロ X はフィルモテックが継承する黒白リバーサルフィルム王々 UN54 を 原版として作られたものである。現在、王欧ブランドのフィルムは、以下の長巻 35mm 白黒フィルム3種類と 35mm 白黒インフラレッドフィルム1種類が輸入されている。ありがとうございます。